前回のカズクラ、いよいよカズクラの羊牧場も最終形、掘り込み式の2連、しかも下から水が湧き出るようにしてみた。形的にはもう完璧だ。あとは努力だけで、これを16種類だけな、作らないといけねえな。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。もう今回が298、そして次の次でウィザー戦でございますね。このカズクラですね、やり残しリストを忠実にね、やっていたんですけども、諦めました。いや、300までに無理だわこれ。なんかね、やればやるほどさ、このカズクラやり残しリフト増えてくんだもん。なんかあれか、借金地獄か。借りてはまた利子がついて高く返さなくといけなくて、ほんで働いてもまたそれが増幅。あー、怖くなってきた、怖くなってきた。いや、じゃねえよな。あー、そんでですね、あー、皆様、今回もまたコメント欄が賑わってるような気はするんですけども、ちょっと気になるコメントを見つけました。それがこちらです。今日社会の時間に中部地方のことをやっている時、福井県が出た瞬間、クラスの、男の子が福井県福井県と言いながら物差しを振り回していたら、先生がマジ切れしました。こら、やめろ。多分ね、この福井県、今私が装備してるね、この福井県が原因でなんかなったとはね、考えづらいんだけども、もしかすると 1% 2% はね、その可能性があるかもしれない。そしたらな、 PTA に怒られるだろこのカズクラが。やめてくれよ。福井県福井県なんて、上位に振り回すのはダメ、分かったか、言ったぞ。おい、ちょっと明日やろうとしてたろ、ダメだぞおめえ。みんなね、授業は真面目に受けよう。そしてな、またPTA からの印象をね、悪くするようななんかコメントがあったんだ。それがこれ、カズクラって下ネタを言わせようとしていない。言わせねえよ。元からねえよそんな下ネタ要素なんて。このカズクラはですね、YouTube 一健全なチャンネルとして有名なんだからね、そういうことはやめてくれ。ではね、もう早速本日も行くぜ。いや、本日はですね、もう今更感はもう華々しいんだけども、あれを作ろうと思ってるんです。ほんで実はね、内緒でね、無駄に作ったものがあるので、ちょっとそれ取りに行きましょう。さーて、こちらの方にですね、伝説の道具があるんです。ほい、あった、ダイヤのクワ。これほど無駄なものはないよ。さて、本日はですね、こちらの方に羊牧場があるわけなんですけども、まあこれですね、ほぼほぼ最終形出来上がっております。その最終形がですね、こちらでございますね。ただただですね、おお、どっかしまったよ。ただ今んとこですね、まだこの羊がね、そう、増えません、このままじゃ。だって餌がないんですもん。そんなわけで本日はですね、そう、餌作りですね、行ってみたいなと思います。いや、今噛んだかな俺。いや、気のせいだよな。本日作ろうかなと思ってるのがですね、収穫機でございます。今更収穫機作ろうとしております。そんなわけでですね、これ分かりますかね。はい、この下の方ですね、ちょっとくり抜いてみました。いや、畑の場所ね、すごい悩んでたんだけどさ、やっぱ端っこに作るのがいいんじゃないのかなということで、まあこの山ね、将来壊すつもりだしさ。ではですね、どこら辺から畑にしようかな。ここにね、今度、ドライブスルーもどきを作ろうと思うからね、どっかここら辺から作っていきましょうかね。な、まずね、ちょっと作業しやすいように、無限水路でもちょっと作っておきましょう。ぽい。無限水源か。水路ってなんだよ。それで、道を作っていけばいいんだろう。すごい簡単じゃないか。まずはですね、水路の端となる部分をちょっと作っていきましょうか。な、こっから行くかね、こっからね。すごい簡単だよな。水を汲んでさ、水源作るだけみたいなね。よーし、綺麗な水源ができたわけだ。あとは、これで、下の段だと8マスだね。2、3、4、5、6、7、8マス、この木が。今回はどうだろう、2段3段分ぐらいまずは手始めに作ってみようか。ほんでこれっていうのがね、今からマイクラ始める子もいるから、よく覚えておきな。これ1マス2マス3マス4マス、この4マスの空間であれば、野菜は育つようになってんだ。それでこっからね、2段目が入るわけでございますな。よいしょよいしょ、やべ、閉じなくていい場所閉じちまった。そんでベーシックなのが、またこっからね、4マス1、2、3、4、
ほんで、こっからね、先ほどと同じぐらいの場所も。なんか見えたな、これ。あれれれれれれ。てい。さあ、行くぜ、行くぜ。な、ここにもね、また綺麗な水源を作っていこう。よっこいしょ。このね、水の流れをなくすのがね、そう、おしゃれ系でマインクラフターの仕事なんだ。これができるとね、まあ、初級から中級に上がったようなもんだよな。こっからまた新しい土地が始まるといった感じでございますな。じゃんじゃん行きましょう。ほんで次が、7段かな？これ合わせるから、1、2、3、4、5、6、7。ところどころにこういうのを置いていこうかな。いやー、おしゃれだなー。ぽい。ぽいっと。ぽい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 と。よし、行きましょう。ぽい、ぽいと。やべず、いいのできるんじゃね？あとは、やべ、これ壊さないといけないやん。頑張るか。ちょっと本日はね、ボムっちいものも持ってきたからね。バクダン、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 バクダン。ほか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 。おお、いや、これ大変だな。もっと裏の作業でやっとけばよかったわ、これ。ペイ、ペイ、ペイ。ペイ。あ、壊れた。よし、続き続き、ペイ、ペイっと。エクセレント。さあ、頑張るぞ。っていうか、もう天井もね、もうダメじゃん、これ。ちょっと掘る場所間違えたな。こっちばっか頑張っちまった。よーし、では次の段に行ってみよう。1、2、3、4、5、6、7。よーし、こんな感じでいいんではないでしょうか。上がカツカツすぎるので、もうちょっと、もうこれも耐久もまずいよな。今現在が247だから、うわぁ、またちょっと新しいの作るか直さないといけないわ、これ。やべべ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 べ。よーし。作業より、こっちのなんだ、整地作業かな？こっちの方が今長いことやってるような感じがするな。よーし。いいじゃろ、いいじゃろ、こんで。な、こっちの水源も作っていきましょうと。よーし。水、よーし、もう典型的なやつでいきましょう。ディスペンサをですね、こっち向きに、贅沢に装備させて、みんな大好き、ハーフブロックだよな。よーし、できたでしょう。うな、テストタイムいきましょう。水を回収いたしまして、そして、あ、待って、セットの前にだな。ここだけちょっとかっこよくしていきたいからね。ちょっと待ってな。かっこよくここ作るから、で、ここに、赤いのを置いて、これ羊使った方法だよね。リピーターを設置すればですね。では、これも全部つなげまして。よーし、こんでできたんじゃねえのかな？ではね、ちょっとセットしていきましょう。さあ、これで水がね、ブシャーっとここまで来るとは思うんだけども、見てみよう、ぽい。よーし、よし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 。よし、あとは育てるだけか。まずは、クワを使って掘りまーす。よし。さあ、行きましょう行きましょう。ん？なんだ？何今の、このピョン生地現象。サフンとか誰か買ったような感じになったんだけど今。気のせい？やばい、意外。種がね、足りなくなったわ、なんか。まああれか。麦縛りにせずに、まあいろんな野菜植えておこう。やばい。なんか抜ける。おい、誰だ今、髪の毛とかなんか書いたやついねえか。いや、いいんだ。いなかったらいいんだ。やめろ、髪の毛ネタとか。なんだよ、これ。やばい。カズクラパート今300近くだけど、なぜ抜けるのかがよくわかんない。あとは、ここだけになるんだけどな。なんだろうな、これな。上の方もな。おー、植えれてるぞ。植えれてるぞ。あ、いやー、おいしい。あ、育ってるじゃん、ここら辺のライトで。もっと明るくしようと思ったんだけどね。いや、でも、ワッキーの問題もあるからね。ちょっとここら辺の列はね、ちょっと明るくね、松明でも灯しておきたいなと思います。あとは、おしゃれブロックということで、あれ取っていこう。うん。いいねー。
ブイーン。ブイーン。あ、痛い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 。危ない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 。危ない危ない危ない。ギリ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 。いいねー。非常に危ない。ほっ。おー、危ない危ないなー。あい、嘘。危ないってるか、言ってるじゃねえかよ。セカンドは確かここら辺だよな。あったあった。よーし、回収回収。こっちはすごいと思うんだ。こっちのシステムはどうだ。ほい。もう詰まりそうだわ、なんなら。おやすみ。一応湧いてはいいな、いい。あ、別にも必要なかったかな、明るい照明ね。何すんのかというとさ、ただにさ、このスライムブロックに、松明つけようかなと思ってるだけ。ほんで、横に、松明をつけるだけでございます。よーし、こんなもんでいいでしょう。ほんで、せめて回収できるとこまでは持っていこうかな。から水で流して、とりあえず横にペットくっつけて、チェストを置いて、おかえホッパーをペット置いて、砂利でも何でもペット置いて、よーし、こんで完成でしょう。ではね、早速回収マシン始動させてみましょう。では、レッツゴー、ぽい。よーし、よし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 。流れてる流れてる。力いっぱい流れてるけど、兵を高くしないといけないのか。そういう不具合があったのか。でも、ほとんどのやつは、こう流れて、入ってってるねー。いいね、いいねー。ほんで、止めると。完璧じゃないか。ほんで、こん中見ると、ぽい。おー。ちゃんと人参がいっぱい取れてるわー。はい、とまーですね、今回はこんな感じで終わりたいなと思います。いや、これでですね、麦。麦をですね、効率的に作ることができるようになりました。あとはね、これにいろいろロマンを付け加えていくだけだよな。まだね、これ横にも拡張可能なので、今後ですね、さらにロマンのあるやつ作っていこうかなと思います。では本日はこんなところで、また次回皆さんお会いしましょう。バイバーイ。